今からできるピントレシピ、ありがとうございます。5時16分頃はお腹が空くんです。よし今日も来ましたね。はい、お願いします、はい。まあ、だいぶあのね、岸さんのその言い方も慣れてきた、まあ、10月の終わりですが今、はい、まあ、これから11月に入るともっともっと寒くなるじゃないですか、うん、そんな時に食卓にちょっと温かいものがあったら幸せな気分になれませんか。なります。なりますよね、はい。ということで今日は、まあ、スープで旅気分、台湾のスープを作ります。しかもなんとお料理ディレクターが台湾で初めて食べた時に美味しすぎて2日で3回も食べたというやみつきになるお味のこちら、シェントウジャンです。シェントウジャン食べたことありますか。ないです。想像がつかないです。ですよね。おかゆは有名なイメージありますけど。そう、おかゆじゃなくて、じゃないんですね、スープなんですが、まあ、台湾のいわゆる豆乳のスープで、まあ、台湾の朝ごはんによく食べられるんですけども、その食感が豆乳に酢が入ることで、うん、ほわーっとしたおかゆとはまた違った食感になるんですよ。スープだけどちょっとおぼろ豆腐のような、スープだけど豆腐なのかどちらなのかみたいな、まあ、スープなんですけどね。そうです、食べてみてください、はい。では作っていきましょう。まずはそのスープ、今日は一人分を作ります。でこちらの器に、材料をまず刻んで入れます、はい。その材料一つ目が、こちらザーサイ刻みます、はい。みじん切りにします。最初はですね、ちゃんと押さえてこの千切りにして、はい、自分に言い聞かせてるんですか。そうなんです。私はいつも言うときに大体自分が気をつけることを言うって決めてるんです。よし、はい。それもちょっとしたポイントです、はい、はい。で、今度はもうこんな感じで細かく細かく切っていきましょう。そうなんですよ。なんかちょっと岸さんまた踊りたくなるような響きなんじゃないでしょうか。舞茸ね、踊って食べましたけどね僕も宮崎に行った時は1泊2日で3食チキン南蛮食べましたよ。ええ、それはどういうことですか。今日の料理に何が関係あるんですか。だからそれぐらい美味しいってことですね。あ、そういうことですね、うん、そういうことですね、うん、びっくりしました。急にチキン南蛮ときましたので、飛んでしまいましたねそうなんです。もう毎日でも食べたくなるような、本当にですね、おやなんか優しい、なんかこう懐かしいようなお味で。さあ、そして今小エビ、こちらちょっと、あ、干しエビですね。干しエビはちょっと水で戻してふんわりしています。もともとちっちゃいのはさらに刻むわけですね。はい、刻みます、刻みます。おっと、はい、刻んでおります、はい。まあ、こんな感じでですね、細かく材料を刻むとスープの下からどんどんですね具材が出てくるのがまたですね楽しいんですよ。おっと、アクシデントがありましたちょっと待ってください。今耳がですね、すいません、はい。焦らずどうぞ。皆さんちょっとお待ちください。はい、僕がつないどくよ。すいません、ありがとうございます。シェントゥージャンってね、なんかリーシャオペンみたいなね、体操の技の、あの跳馬の内村選手こうやって飛ぶやつみたいな感じねそれは分かる人は笑ってください。よし、僕が繋いでる間に、はい、よし、復活しました。すいません、お待たせしましたそしてもう一つの具材が小ネギ、ネギ、ネギは刻んでおります。こちらも入れます。はい、はい。で、調味料2つ入れます。まずは食感を面白くしてくれる酢入れます。で、醤油も入れるんですけども、本当にスプーン小さじの半量ぐらいです、入れます。で、もう具材と調味料は OK です。では、豆乳を温めます。このです。豆乳は好きですよ。豆乳好きですか。まあ、美容にもですね、いいですしね。そしてそこに鶏ガラスープを入れます、はい。で、軽く、まあ、ちょっと混ぜて、で、火を強火にします。で、ここからはもう片時も目を離さないでください。豆乳から、はい、見つめていてください。あの、お鍋の縁がちょっとふつふつっとするぐらいでも OK なんですけど、ポイントは沸騰させないことです。もう怖かったら沸騰するしてるかなぐらいでもう止めてもいいと思います。もうこれいいんじゃないですかね、このぐらいで。もうそれぐらいで、はい、もうこれぐらいで OK、 止めちゃいましょう。これふつふつしてますよね、 OK。 さあ、ではこれをちょっと軽く混ぜまして、で、すみま
ません、ちょっと今日はゴムが緩いのでちょっとつけますね。今日は張り切って喋ってるからでしょ。すいませんですかね、ごめんなさ い、 ちょっとまた豆乳は結構好きです。冷たい豆乳はよく飲んでました高校時代と体作りのためにこれが台湾ではこれが一般的なわけですね。台湾では、まあ、これは温かいスープで飲んでるんですけど、その岸さんがよく飲んでたという冷たいバージョンの豆乳スープもあるんですよ。甘い方に触れてきましたけど、豆乳お酢が入ってますもんね。しょっぱい系なのかな。これはまあ無調整豆乳ですよね。なんか甘みとかはついてないんですけど、確かにお酢を入れてるのでちょっと酸味がありますよね。さっぱりする感じなんですけど、もう一杯ぐらい入れましょうかね。はい、もう一杯入れましょう、はい、で、あ、もうちょっとかな。でですね、ちょっと待ってくださいね。ここから皆さんにお見せしたいんです。あ、もうだんだん分かるでしょうか。この中身がもろもろっとなってきているのか、ちょっとかき混ぜますね。すいません、いきますよ。いや、これこのもろもろっとした感じ分かりません。お、ちょっとあの茶碗蒸しが崩れたような時のような、にがりを入れた時みたいな、そうそう、おぼろ豆腐のような。ほう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 。さあ、こんな食感になります。では、盛り付けをします。こちらにですね、ラー油を入れます。はい、はい、ラー油です。ちょっと周りに回しかけるような雰囲気です。こんな感じです。で、さらにネギ、あ、その前にフライドオニオンからいきましょうか。はい、を真ん中にハサッと、そしてネギを持って完成です。もう彩りが綺麗になりましたよ。はい、さあ、できました。台湾の定番朝ごはん、チェントウジャンです。では、岸さん、試食をお願いします。未知との遭遇ですね。いや、本当に、確かに、あ、ちょっと、まあ、液体だけどちょっと固形みたいな感じですか。そうなんですよ、豆腐でもないけど、スープでもないような。おいしいでしょう。なにこれ。そうなんですよ。お、今まで食べてきたスープとはちょっと違う。お粥ともまた違いますよね。あ、違う。でもね、しみる。そう。そしてオニオンと、うん、ラー油で味が締まってるね。なんですよ、アクセントになって。うまいぞこれは。しかも簡単、ぜひお家に豆乳があったらなくても作ってみてください。今からできるピントレシピでした。